まああとは放置か。2つくれたっけ。2つくれるよね。あんまり依頼を受けていない。不妊散歩って何が必要だっけ。とりあえず受けるだけ受けて、難しさにかかったら拒否していこう。ああ作れるじゃないか。まあじゃあ他にできることはないか。ああそうか、ハニーサンボとキノコの森のケーキを持ってないとダメだね。キノコの森のケーキはどこにあって、ハニーサンボどこだ。あったあった、これか。ねえ、あのいろいろレシピを解放した動画も上げてるんで、そっちにもね見てくださればと思いますね。ついでに蜂蜜とかいろいろゲットしておこう。そういえばアイテムに黄金サソリって持ってたかな。黄金サソリ持ってないや。あれ、もう森のケーキできてる。早い。で、黄金サソリはその他かな？違うね。モンスター素材に入れたっけ？あ、出て、ピカピカのサソリ。完了してしまった。ちょっとエルシーにプレゼントとして渡していこうか。やあ、エルシー。ギフトですよ。ということで。黄金のサソリ、ピカピカサソリ。何この動き。うわ、かっちょよくない。足なんて最高。あん、ハートがとろけちゃうよ。いいね、ありがとう。大事にするから。持ち方が嫌だったな、今の。よし、完成。まあ、乗ったまんま話しかけるか。全部英語だった。よくわからん。ついでに余ったフライパンとか持ってないね。で、アミラさんにこれをプレゼントしますよ。日本語翻訳待ちですね。誕生日をバナロックで一緒に行ってお祝いします。弟の誕生日も教えてくれるの？ついでにグリッターも遊びましょうか。どうだろう。ネズミ先に出す人が多いよね、こういうの。惜しかった。引き分けか？負けだ。ネズミ、ダメだね。オオカミ来るかい？オオカミ来たな。で、お、だね。次はオオカミ来るか。お、カイコで狙ってたのね。じゃ、賭けだ。おし、勝利。グッバイ。ついでに香取さんに会いに行くか。香取さんはここにいるかな。お、いたいた。香取さんともゲームもやっていきましょう。ああ、負けた。Catch you later. あ、重いかな、今日も。ついでに、オズダクの銅像はできない。うまいよ、動いてほしいね。じゃあ、あとは夜までちょっと。
ゲームセンターにこもって、お金稼ごうかな。ついでにこれ動くようにはなってないよね。景品増えたりとかはしてないか。どっちか選択上。じゃあ、砂漠の方までいろいろやってたら、時間が遅くなってしまった。どうした、アニア？お、見たことない顔で。俺様、ヤンに会いに来たのか？あなたが安全のボスな。ヤンさん？ヤン会長だ。そうさ、君は雲仙の友達だ。そうかそうか。ビルダーに興味があるのか？楽しいで儲かるぞ。友達と一緒に働きるしな。予算を縮小して新しいワークショップを作ってやることもできるぞ。縮小して？どういう意味？で、どうだ？中に入ってちょっと話さないかい？ねえ、雲仙見て、ヤン会長だよ。ビルダーとして仕事を試してみないかさ、教われたんだ。商業ギルドを自慢できて嬉しいよ。特にこんなに可愛らしい女性にはな。ははどうもありがとう。いや、やめた方がいいよ。うんぜ、なぜ大声出すんだ。商業ギルドはエチケットを大切にしてるんだ。俺が彼女を脅すと、脅すっていうのか。バカなこと言うな。お前とミアンがサンドロップに来た時、暖かく迎え入れてやったろ。暖かかったか。うんぜんが。うんぜ、ヤン会長がこんなによくしてくれているのに、断ることある？結局入っちゃうのか。悪魔だ、悪魔だ。何？ん？どうしたの、ヤン会長。なぜ泣いてるの？興味深い話ができていたと思ったの。泣かされたのか。この子には二度と会いたくない。うんぜ、お前が彼女を連れてってくれ。何があったんだ。楽しい会話ができたよ。私はね。心配した？大丈夫。自分のことは自分でできるよ。もう少し探索してくれない？また後で。また後で。何話したの？ついでに写真も撮っておくわ。次の日に撮った方がいいな。クマが怖い。どうしようかな。木でも切りたいけど、やめとくか。まあ、十分今日やったから、いいか。こいつを軽く買って終わりにしようか。ニアが走ってるね。まあいいや。ここら辺のは変わらずに。あとは荷物も全部整頓して寝ようか。入れに広さが3つ増えたからこれ入れとくか。で、木材のところにこれ入れて。なかったんだね。で、いらないものは入れておこう。硫黄をゲットしたのか。硫黄はどこに入れとくか、部品に入れとくか。で、モンスター素材のところに、このなめしの皮とザラザラなのも入れとくか。OK、ちょっとは綺麗になったね。13分か、新しいの追加しておこうか。マンガンの棒を追加して。そう、アイテム取ってこないとダメだな。ですね。まあいいや。あ。中華カンタロープの種。あ、やば。もう寝ないと。またクマ作ったらちょっとイベントが微妙だからな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。